どんな人でも自分の正しさという基準に沿って生きています。これが正しいことだという価値観になるべく自分を近づけようと思っています。人はそれぞれ違う存在です。だから人によってどんなことを正しいと考えるかは異なります。自分には自分の正しさがあり、他人には他人の正しさがあります。批判というのは自分と違う正しさを持っている人に、いや、それはちょっと違うんじゃないですかと評価することです。自分の正しさと他人の正しさを比較して、他人の正しさを修正したくなるのが批判というものです。しかし私にとってはこれが正しいことだと思っていても、いつでもその正しさ通りに生きることはできません。自分自身が自分の正しさと違うことをすることがあります。思いやりを持って人と接するのが正しいことだと思っていても、人に冷たくしたり意地悪になってしまうことがあります。自分は完璧ではないから、いつでも正しいことはできないと自分を客観的に捉えることができる人は、自分と違う正しさを持っている人に対して寛容になることができます。例えば完璧ではない自分を許すことができている人は、いつでも友達は大切にするべきだという正しさ通りに振る舞うことができない自分を受け入れることができます。だからいつもは優しい友達の機嫌が悪くて怒りをぶつけられるようなことがあっても、まあ人間なんだからそんな時もあるよな、しばらく様子を見て心が落ち着いてくるのを待つことにしようと寛容になることができます。弱いところがある自分、できないことがある自分を受け入れることができる人は、他人に対しても何もしたくない時もあるよね、悪口を言っちゃう時もあるよね、嘘をついちゃう時もあるよね、手を抜いちゃう時もあるよねと共感できるので、あまり他人を批判しなくなります。弱点や欠点がある等身大の自分を受け入れていれば、同じように弱点や欠点がある他人のことを許すことができるので、過剰に批判的になることはありません。いや、あなたは間違っていますよ、いや、あなたはおかしいですよというよりは、いや、わかるわその気持ちとなる方が多くなります。不完全な自分を受け入れていれば、不完全な他人を批判するよりは、そんな相手を許してあげたいという気持ちの方が強くなります。そのままの自分を基準にして比較すれば、自分も同じ状況に置かれたら、あの人と同じことをしていたかもしれない、だから安易にあの人が悪いと批判はできないなとなります。しかし世の中には、自分はどうなのかと考えることをせず他人を批判する人がいます。自分も間違うことがある、自分も失敗することがあるということを無視して、他人の間違いや失敗を責める人がいます。このような人は、そのままの自分ではなく、人間としてあるべき姿という理想と他人を比較します。完璧な人間像と不完全なリアルな人間を比較すれば、無限に他人を批判することができます。いつでも批判的な人間というのは、弱点や欠点がある自分を受け入れていないから、同じように弱点や欠点がある他人のことも受け入れることができません。人間はこうあるべきだという理想を挙げたときに、自分はその通りにできているだろうかと客観的に自分を見つめることができません。自分を正確に捉えていないから、完璧な人間像と自分が一致しているという錯覚に陥ります。そのような人は、親はいつでも子供を愛すべきだ、大人は真面目に働くべきだ、夢や目標を持つべきだと理想に執着して、例外を認めることができません。いや、分かっていても感情的になって子供を傷つけてしまう時もありますから、働きたくても働けない時はありますから、夢や目標がなくても楽しく生きていこうと頑張ってますからという人間らしさを受け付けることができません。ということで、あなたが間違った時や失敗した時、そんなあなたを激しく批判してくる人がいるかもしれません。そんな時は、この人は不
完全な自分を受け入れることができていないんだな。弱点や欠点がある自分を許すことができていないんだな、と考えてほしいと思います。すべての人間は不完全なのだから、不完全という理由で批判される筋合いはありません。そのような人の批判は深刻に受け止めずに、あなたも不完全でしょ、あなたも間違うことがあるでしょ、あなたも失敗することがあるでしょ、と思うようにしましょう。常に批判ばかりしている人に責められたときは、この人は完璧な人間という幻想にとらわれているから、すべての人間を批判せずにはいられなくなっているんだな。早く自分も不完全だということに気づけるといいね。そうすればすごく楽になるよ、と応援してあげてほしいと思います。